ドリームス1号艇は飯山泰史選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ今シーズンヒーターモーターなんですけど、50号機2連対率最も良くて前走車も優勝してます。前傾の感触はどうなんでしょう。良かったです。はい、お越しから良かったです。あ、そうですか、はい、その他お越し以外は出足型なのかなって感じがしました。直線はちょっとスタートばらけたんでよく分かんなかったんですけど、うん、悪いことないと思います。さあそしてスタートなんですけれども、スタート特訓いった感じ、時計との呼吸はいかがですか。まあ、難しいんですけど、まあ、分かる範囲で早いの行きたいですね。では今シリーズの活躍楽しみにしてますので、はい、最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。はい、いいエンジン引きました。船券に貢献できるよう精一杯走ります。よかったら買ってみてください。2号艇は秋山博一選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ今シリーズ引きましたモーター69号機、モーター前傾のた感触というのはどうだったんでしょうか。まあ、いまいちですかね今のところは、うん、はい。どのあたりちょっと気になるんですか。全体に回転が合ってなかったです。スタート特訓いった感じ、時計との呼吸はいかがなんですか。なんかまだいまいち分かってないですね、はい。そのお腰のあたりとかはどうだったんですか。ちょっとバラついとったんでなおさら分かりづらかったです。では最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。精一杯します。3号艇は前澤武史選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ今シリーズ手にしましたモーター11号機前節の輸出モーターになりますけれども、前傾乗った感触としてはどうだったんでしょうか。まあ特訓しか行ってないんであれですけど、まあそんなになんかいいような感じはしなかったですね。ああ、そうですか。逆にどのあたり気になったりとかしたんですか。なんか伸びがちょっと怪しいかなと思います。さあそしてスタートなんですけれども、特訓いった感じ、時計との呼吸というのはどうなんでしょうか。いやー、どうですかね、あんまり前傾は気にしないのでちょっと、はい。最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。頑張ります。4号艇は地元群馬の上村純一選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前傾乗った感触いかがですか。悪い感じはしなかったですね、はい。ただどこか気になるところはある。いや、気になるところも特別なかったので、うん、まあ、レース行ってどうかなっていう感じです。はい、調整というのはどのようなことを考えられてますか。まあ、ちょっとチルトとプロペラとで、まあ、ちょっと反応見ながらいいところ見つけられたらいいなと思いますけど、はい。さあそしてスタートなんですけれども、スタートトップいった感じ、時計度の呼吸はいかがだったんでしょうか。まあ、大体、はい、いつも通りみたいな感じです。はい、わかりました。ではですね、今シリーズの活躍楽しみにしておりますので、はい、最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。はい、精一杯走ります。5号艇は田中和也選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。前傾乗った感触としてはこのモーターはどうだったんでしょうか。そうですね、オペラそのままで、まあ、今日もほぼそのままやと思います。そうですか。現状どこか良さそうな雰囲気とかありますか。まあ、パーセント考えたら、まあ、普通っていうか何も悪いところはなかったって感じです。ただ特徴ももなかったと思います。そうですか。さあそしてスタートですけれども、特訓いった感じ、時計との呼吸はいかがですか。そうですね、ちょっと届かない競艇場なんで頑張っていかなあかんなと思いました。そのスタートする行き足関係というのはどうですか。まあ、大丈夫だと思います。はい、では最後にゲストの皆様に意気込みお願いいたします。はい、優秀目指して頑張ります。応援の方お願いします。6号艇は大塚優選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。現状特にどこが気になったんですか。いや、でもポジティブな話としては、あ、この状態でもこのくらいの足になってるんだくらいです。あります。はい、ということは未来はありそうな。あると思いますよ。はい、はい、どのあたり求めて調整していきたいなっていう。あ、全部ですね。あ、全体的な上積みというところですかね。はい、はい、さあそしてスタートですけれども、特訓いった感じ、時計との呼吸はどうですか。はあ、ちょっと、まだ何もかも終わってもない状態だったんで、なんとなくいった状態ですね。では最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。優秀目指して頑張ります。船券買ってください。